大吉先生、お願いします。まりましょう。ピークを探せ。妖怪ウォッチのピークだにゃん。にゃん。十八歳以上大人じゃないのか。<laughs> 勢い余ってね、ちょっとにゃんって言っちゃいましたけども。はい えーっとですね、このコーナー、さまざまな物事の数字にこだわって、ピンクを、ねはいろいろ調査しておる、ま、わけなんですけども、うん、え今週は妖怪メダルというね、こういうグッズがもう、どこ行っても売り切れてて、<お>作ってんのかと、えー、逆に、そうですか本当にあんのか、売ってんのか、<laughs> そのメダル、この野郎というね、<laughs> そういうね、一部の大人が激怒している。<laughs> 妖怪ウォッチのピークでございます。ええはい、あんまり皆さんご存知ないよね。いや、私も全然知らなくてですね。なんかそういう時計があるのかしらとか見たくない。はい。一応グッズでね、実はあるんですけど。えええー 売ってるのかと、うん、<laughs> なんか広告には出とるけども、ま、幻かっていうぐらいそう,そう,そう。<ー>どこに行きゃ買えるんだそんな手に入らないんですか、えー、まあまあまあねそういう「妖怪ウォッチ」っていうね、まあ、アニメであり、はい、ゲームでありグッズであるんですよということでまずはちょっとねご存知ない方のために1分30秒で分かる「妖怪ウォッチ」というものを作りましたんで、はいえー、まずはこちらをお聞きくださいお願いします<ん>がっかりです あら、大人なのにゲームばかりで、がっかりです。赤江さん、そして、大吉さん。はいはい、こんにちは、T. B. S. アナウンサー、田中みな実です。ありがとう。私が妖怪ウォッチの説明をさせていただきます。<laughs> なん<で> <laughs> それでは、参りましょう。お,およそ一分三十秒でわかる、妖怪ウォッチ講座。二千十三年一月から、月刊コ,コロコロコミックで連載が始まり。 7月には、任天堂 3DS のゲームソフトが発売。また、今年の1月からは、テレビ東京でアニメ放送がスタートするなど、小学生の間で絶大な人気を誇る、妖怪ウォッチ。うん、主人公は、桜ニュータウンに住む小学5年生、天野啓太。偶然出会った妖怪ウィスパーから、不思議な腕時計を手渡され、妖怪が見えるようになった啓太は、うん 妖怪ウィキウィキペディアを元にしたウィスパーからのアドバイスで数々の妖怪と友達になっていきます。これまでに200種類を超える妖怪が登場。中でも猫の自爆霊、ジバニャンは一番人気となっています。また妖怪ウォッチに差し込むことで友達になった妖怪を召喚することができる妖怪メダルは物語のキーポイントになっていて 1>, 1月に発売されたグッズデラックス妖怪ウォッチと妖怪メダルは各販売店で品切れさらに3月14日に東京駅一番街にオープンした店舗妖怪ウォッチ発見妖怪タウンは人気がありすぎてわずか2日間で営業を停止おととい4月14日から抽選による予約入れ替え制で営業を再開させたばかりです さあ、これで、妖怪ウォッチのことが少しは分かったかなうん。以上、田中、ミニアミがお伝えしました。大吉、にゃん。あら。 これまたキュンキュンじゃないですか、大輝先生。一回 CM 行ってもらっていいですか体制整えたいちょっと本気で照れてますよ、大輝先生が。どうもすみません。ありがとうございますありがとうございますありがとうございまということでね、あの、ざっとね、あらすじを言っていただきましたけども、やっぱりね、みんなが、みんながっていうか、赤江さんが特に、おってなったのが、この東京駅一番外店にオープンした、 ショップが2日間でで営業停止になったっうそうなんですねこれだから、うん、あのそういう妖怪ォッチのグッズをね、うん、まあ特別に専門店としていろいろ売るよっていう、はい、オープンして本当に人が押し寄せすぎて、えー、あっという間に売るものがなくなったんですよ。えあ 完売完売で完売の完売で二日目の、えー、まあ中盤ぐらいからもう何もやることなくてもうあとはもう店員さんもアイス笑いしかできなかったかす,すごいですね <laughs> いやだってそれはもうお店出すとなったからね、うん、それなりに用意してたでしょうには,い、はい、はずなんですけど2日で 2>、うん、売り切れたということなんですけども、ね、いやあでもなんかあのこの 私はウスパーが可愛いいな思ましたね物語はね田中みな実アナウンサーが言ってくれたり、まり小学生がね偶然ちょっとウィスパーという妖怪と出会って羊妖怪なんですよウィスパーっていうのはあこれ羊なんだ生クリームじゃないんだ羊ですあ羊生クリームね雲のお化けみたいな感じですけどいろんなアドバイスをね主人公の慶太君にして妖怪を一緒に捕まえに行くと。 つかまえるというか友達になりに行くんですよああで街中にどこそこに妖怪はいるとでこの妖怪ウォッチをつけてるとその妖怪が見えるその妖怪と戦って妖怪の好きな食べ物を投げつけることによって一回戦うんですか一回は戦いますやっぱへそこでまあ服従させるバトルで勝つとお前強いな 俺と友達になってくれよみたいな感じで、妖怪が友達になってくれる。そうやって、まあ、妖怪が二百七十種類いるんで、それを。まあ、詰めながら、まあ、やっていくという。そういうことなんですけども。えー、ジバニャンが人気。そうですね。ジバクレイの。ジバニャン。<ー>猫の。 幽霊お化けなんですけどね腹巻きみたいなした猫ねこれなんでジバニャンは自爆霊になったかというと女の子に飼われてたペットなんですよでトラックにはねられて死んじゃうんですねでそれ見た時に飼い主の女の子がダッサって言ったんですってダッサって言ったんですかでジバニャン死にきれなくてこれからはトラックに負けないこんな可愛い絵なのにそんなだからこういうねブラックユーモアが重い人気の秘密なんですって僕は漫画はそこまで読んで ないんですけどどうやら子供たちの中ではそういうブラックユーモアもちょっとヒットのポイントでそうなんだセミル？うんセミマルもいますよセミ丸百人種しか知らないですけどね坊主なのかこれはみたいなセミマしてセミの妖怪ですよねあこっちはセミの妖怪へえセミマルがね進化すると何だったかなセミマルはねやがてね影丸になって日暮らし丸ま あ進化というか。ひぐでなるんだ、うん。成長すると影丸日暮ら島になりますね。うん、ちゃんと刀なさしてる。はい、えー、ということで、えー、どれから説明していけばいいのかな。はい、えー、まずはリスナーさんからのメールね。 本当知らないのは玉結び水曜スタッフだけですよ、妖怪ウォッチのこのブームをメールも約7000通今回は来た <laughs> ち、ちょっと持ってますね、だいぶ盛りましたよ、はい、本当。<laughs> えー、前橋市のラジオネーム、お猿のジョージさん48歳、男性の方です、はいえー、ありがとうございます、我が家の8歳の長男が妖怪ウォッチにはまりまくっています、えー、妖怪ってなんで今さらゲゲの鬼太郎かと子供に聞くと、な、うんじゃそら、鬼太、まあ、郎のはがだめ。知らないですよね、8歳の子だと今は。えー えー、妖怪の,、えー、お化けの学校知らない夜の運動かもしれないこの妖怪おうちのおもちゃがたくさん発売されているようですが現在は全くお店に売ってないのです。 えー、今年の2月長男の誕生日プレゼントに大型おもちゃ屋さんでたまたま見かけた妖怪ウォッチの腕時計を買ってくれとのことで購入、はいえー、この腕時計は妖怪メダルというちっぽけな、えー、プラスチック製のメダルを差し込むと <laughs> そのメダルごとに面白いセリフを発するのですは<ー>、えー、そのメダルの種類が一体,、えー、一体いくつあるのやら僕は知らないのですが、うん、そのメダルがまだどこにも売ってないと、えーえー、店頭には常に「入荷未定」の文字、うん、毎週休日ごとに通い「ああまたないやと」と えーいう感じですかでネットオークションでは定価の3倍ほどで取引されているようです、えー、そんな中あるショッピングモールのおもちゃ屋さんでついに発見、うん、お一人様3点までとさせていただきますという看板、えー えー、結構な行列に子供と二人で並びました、うんえー。お一人様3点の意味が分からなくて、前にいた小学校6年生ぐらいの子に聞いてみると、顔を真っ赤にして興奮した様子で説明してくれました、うんえー。僕の子供も、お父さん売ってったね、よかったね、おれんこ。興奮して手が震えています。うん、えー、そんなに、えー、<laughs> こいつ大丈夫かと、少々になりました <laughs>、えー。あんな嬉しそうな顔を見たのは、えー、昨年のクリスマス以来でしょうかと。購入後二三日はメダル買えたのは誰のおかげ で宿題とかお手伝いとかもやってくれましたえその後いつまでそれ言うの?」と生んだりされましたということですねうわ手が触れるほど嬉しかったじゃあもう一ついきます茨城県水戸市ラジオネームたまにゃんさん40歳主婦の方ですありがとうございます今現在大流行の妖怪ッチですが我が家では子供主人がどっぷりと使っております子供とのコミュニケーションを取っているんだと言い張っている主人ですが私から見ると子供と同じレベルで遊んでいると思います <laughs> えー、私は子供が学校へ行っている間の時間のプレイを頼まれています<え>説明書と攻略を見ながらやっていますが時折主人が休みだったりすると、はい、2>, 2台を器用に使って子供のと自分のを操作しています、えー、今や私はメダル購入要員になり、うん、コンビニやらおもちゃ屋さんやらデパートのガチャポンなどを巡る旅に出ています <laughs> <laughs> えただプレイしていて感心するのは大人の私でも飽きないという点ですえすごいですねえ連動しているものがたくさんあるため集めていくと面白くなってきます、うん、今のところお母さんはハマらないよと言い張ってり手を築いていますが、うん、子供が学校へ行ってる間の暇な時にちょこちょことプレイしているのですで、うん、に頭痛にはまっているのかもしれないなとええ、うん、<ー>大人がやっても面白い,い面白いんですねうん,うんということでもう一個いきますか 神奈川県山本市41歳のラジオネームパチュレックさんです。ありがとうございます。私はケーキ屋で働いているのですが、最近デコレーションケーキに様々なキャラクターの絵を描く、はい、いわゆるキャラデコというケーキがありますね。あ,はい、あれで妖怪ウォッチの注文が増えております。最初に見たときは、えー、なんだこのおよ猫ブーニャみたいな。<laughs> 懐かしいな。<laughs> と思いましたが、海藻、はい、が人気なんですね。<laughs> え自分の大好きなキャラを食べるという行為にためらえないのかななんても思いますということで、まあ、確かにねおよねこニャみたいな色合いではあるんですけども、ね、えということでね、うん、リスナーの方が教えてくれたようにいいろなグッズが出てるんですけどとにかくそれが売り切れてて、うん、えちょっと社会現象になってると、えーうん、で、えむんでね、まあ、僕はもう毎回言ってますけど、えーえーうん 結局今ネットでね、はい、こういう風に定価の何倍も値段で取引されるから、うん、転売屋の野郎がね、うん、買うんですよ、うん、大人が。そうですかで何倍もの値段でそれで商売する人がいて、えー、まあそれを防ぐためにお一人様何点までとかなってますけど、うんうん、そういう人たちが減ればね、うん、僕にも回ってきてもいいのに。<laughs> っていうか,っていうか、ね、大人と子供が入り混じった感想は、えー、そうまあ本当に僕はもうセーブしてますよ僕は大人なんで子よ。もの分はねうん、うん、僕は買っちゃいけないと思ってうん、うん、グッズにはまだ僕手出してないですけどうん、うん、心を痛めてますよ、ね、<laughs> そんな誇れることでは先生、えー、ただねこれはもういいですかじゃあ僕の話とかさせていただいて結局ねこれ何がすごいかというと、うん 雑誌連載が始まったのが最初なんですよ雑誌始まってゲームになってアニメになったんですよ。で雑誌が始まった時もゲームが出た時もそんなに流行ってなかったんですよ実は。で僕なじゃあんで大吉はやってんのかっていうと僕はファミツーの何とかクロスレビューっていうねゲームソフトの面白さとかそういうのを点数するね点数つけるやつがあるんですけどあれでまあいい点数つけてたしネットを見てたら「妖怪ウォッチ」は面白いよみたいな声が 書き込まれ、書き込みであったし、はいで、出してる会社がレベル5っていう、うん、福岡に本社を持つ会社なんですよ。うん、そうなんですか。だから、うん、おもう地元の、ええ、地元のやつなら、それは私買いますよ。うんええということで僕は買ってプレイして。じゃあゲームから先生は入られて。僕はゲームからです。うん、で 結局何がすごいって漫画が始まってゲームが始まって最終的にアニメが始まったんです今年ないってアニメからドカーンと火がついたんですアニメがまず面白いとへえあれゲームもあるらしいぞっていうか漫画があるらしいぞって感じで結局なんか見事にね連動したんですよメディアミックスっていうやつなんですがそうなんですねすごいなと思ってさあそれではもう 妖怪ウォッチのピークの発表させていただいていいですかね、はいえー、今回は人気の元となりました、はい、任天堂 3DS ソフト妖怪ウォッチの月間販売本数とさせていただきます、はいえー、ちなみに妖怪ウォッチのゲームの発売は2013年の7月ですから、うん、早い方ならねもう8月にはもうゲーム終わってるんですよ去年のそれでこのブームですから これは結構すごいことだと思うんですけども、えええー、ちなみに2013年の7月に発売されて累計出荷本数は今90万本、うん、このゲーム売れてるんですが90万本はい<ー>さあ一体いつ月間販売本数はピークに達したのでしょうか玉結び調べ妖怪ウォッチのピーク 3DS のゲームソフトが最も売れた月はこちらです2014年3月およそ20万本<ー>先月です そうなんですねすごくないですか、はい、去年の夏に発売されたゲームが半年後ぐらいに20万本売れるんですよ20万本売れた、はい、一般的にゲームソフトって発売直後が当然1万売れるんです、うん、でそっからはまあ売れないいくら口コミでいいよって言われてもまあ売れないんですよこれを妖怪ウォッチはこうね まあさっきも僕ちょっと言いましたけどもちょっと変わった売れ方でしてアニメの放送が始まってから急に伸びてきて週に大体3万本から5万本でさらに春休みに入った3月期にドカンと本数が増えて20万本いったとつまり全体で90万本売れてるんですけども全体の4分の1が先月だけで売れた先月だけで売れたはあだからんかこの春休みのスタンプラリーにも「妖怪ウォッチスタンプラリー福岡21一 から2万人月わなかなかすごいですねなかなか頑張ってますよねということでねまあまあいろいろね口で説明してきましたけども今日はちょっとゲームをね用意してますのでちょっと赤江さんにやってもらおうかなと思いますよゲームいゲームこれ私ゲーム全然やったことないんですけど今日はね赤江さんにやっていただくのはその辺の街角に妖怪がいますんで あの妖怪がね私はどれれこ男の子か女の子がいるでしょで街をうろうろすると街がぐるーって回っただけですけどそれは視点カメラを動かしてるからあなんかえ私これわかる わかるわかるはいスティックでね左のスティックでこうウィスパーウィスパー動かす後ろからウィスパーついてきてるでしょついてきてますウィスパーは14度ぐらい何かあったら話しかけてくるんで今無視して大丈夫無視していいんですかウィスパーなんかついてきますねで街をこうろうろしてると右上の妖怪ウォッチのこのメーターみたいなのが方位磁石みたいなのがそれがなんか動きませんか動きます動きます A とか B とかありますはははいいいアルファベット何出てますえっとうん まだ出てない出てないでクエスチョンになってますあじゃあクエスチョンの時は近くに妖怪がいますクエスチョンの時には近くに妖怪がいるクエスチョン、うん、人はいますけどね、うん、それでえこれえこれ教えてあげてくださいよ <laughs> こうこうこう来てさあでもねな,な,なになにあこれ A をボタンを押すうんうん、をあ妖怪の気配がするタッチペンを出せうん、うん、出よタ出してくださいはい でタッチペンで、その標準となるスコープみたいなやつを動かしていくと、どっかで反応しますんで、なるほど、木に登っていく感じとかで、あで逃げ回るんで、それを追いかけててください。これ追いかける、ある程度、ロックオンすると、妖怪の正体が分かりますんで、あー、分かった、なんかね、今、もじゃもじゃの何が出てきました衝撃着みたいなやつが広がって、グリを見つけたどうぞどうぞ、じゃあ、イガイガグリと戦ってください。 戦おう。はいはいはい。戦おう。じゃあ、セミマル、あれ?。勝手に戦った。まはもう勝手にオートできます。勝手に。え、ここはオートなんですか?。まあまあ、あの、やり、戦いたい時は、まあ、いろいろ指示を出したりとかもできますけども。まあ、いがい、いがぐり程度ならば。まあ、本当、ドラクで言うと、スライムみたいなもんなんです。あ、全く苦労しません。全く苦労しない。はい。あ、でも、意外と、まだ、あの、ミスを繰り返して。スムージじ風の術。だね、結構ね、妖怪たちはね、勝手に戦いますんで。ええ。うん。 さあ、えー、ラジオで妖怪王子のよさリスナーの皆さんに伝わってるでしょうかで、ホギーとセミマルが戦ってますけれども、うんうん、技ある程度ねどんどん死んでいってます先生え死んでるセミマルとかが <laughs> ゴホゴホって咳をしだして <laughs> あれ死んでますよしばにゃんあ,ジ,あジバニャンジバニャン出ましたジバニャン誰が技を出す回せ、うん そそうそう必殺技が出,ると出す時は自分で操作したりとか勝,勝,、ね、勝利勝利勝利、はいえー、ということでね<い>、えー、本当にあの妖怪うちの良さが伝わったかどうかといえばねそれは伝わってないよだってラジオだもん <laughs> へこれで経験値6、うん、お金51円を稼いだということそうやって冒険を続けていって最終的に、まあ、いろんな、ね、<ー>謎がこの街にありますのでそれを解決していくということでへ<ー>、えー、夏には、ね、新しいバージョンの妖怪ウォッチのゲームが出るらしいんで7月10日<ー>また眠れない日々が続きます <laughs> 大人なのに。そうかうん